繋げたりできるんですよね。はい、行きます行きます。あ、なかったですね。忘れてました。今日はですね、実は名古屋から来たんですけど、この埼玉県までね、はい、何をしに来たかと言いますと、この7月から始まる名古屋場所に向けて、はい、実はあの去年からでしたっけ、はい、宿舎の場所が変わったの、岩倉に変わったんですね、はい、はい、でもなんと土俵に屋根がない土俵に屋根がないんです。去年の名古屋場所はもうビジャビジャのところで、はい、雨の時は、ね、名古屋場所はもう当然なら梅雨のね、7月に本場所があるね、6月からね来ました。6月梅雨です。あ、で土俵が田んぼ土俵でしたね。田んぼ土俵です。もうぐちゃぐちゃね、はい、せっかく名古屋乗り込んできて、はい、やっぱ場所前の稽古ってで当然ながら大事ですよね。大事なんですよ。それがやっぱちょっとできないと成績にもね響くので、できちゃいますよね。ぐちゃぐちゃの時は前の公園でやってましたから、ああちょうどよかったんですけどね公園があるからね。でも要は雨降ってるんで、どっちも結局ね、どっちもダメなんですよ、ね、ということで、ここで屋根をうちの数えグループでこの今屋根を作ってます。すいません、本当にありがたい話で、そのね屋根を作ってるその動画はね、あのアップしてるんですけど、はい、もうすぐ完成はするんですよね。ね、ありがとうございます。だ今年はね、6月また下旬頃ね、はい、名古屋来ると思うんですけど、その時でもバシッとね屋根をもうかけているんで、はい、ちゃんと土俵もいい形で、十分に稽古して外でやってるんだ、ぜひ皆さん見に来て。そうですよね、はい、ねあそこだったらもうね、はい、あの見ることはね全然大丈夫ですよ、ね、7月2日に土俵を入れて、はいはい、で3日乾かして4日からやりますんで。じゃあですね、名古屋場所は7月10日から初日でしたもんね。そうです。じゃあ1週間ぐらいは稽古をね、はい、ずっと見れますよね。ぜひ見に来てください。はい、見に来てもらえるとね、はい、またあの宿舎の住所はここ貼っておきますね、あの見ていただいて、ぜひあの見学ね、あのしに来てくれるといいですね、はい、また迫力がね、この力士同士が当たる音とかね、これがまたね生で見るとすごいですね。ね、去年も近所の方々にちょっと見に来ていただいて、はい、ぜひいろんな人にね見ていただきたいですね。見ていただいて、はい。っていうのと同時に、この屋根を作るにあたってぜひとも港部を応援したいという人に、はい、ね、協賛してもらえるといいなと思いながらこの動画を作っております。ぜひお願いします。そうですよね。そうなんです。なので今あの一口5000円からあの募集して、大口の方にはこの土俵、その屋根の周り、はい、あの看板を、看板、そうですね、つけさせてもらおうと思ってます。どすこい親方からお気持ちということでね。もちろん。例えば一の定石の手形とか、うちの、ね、あのバスタオルとか、はい、はい、いろんなのをね、そのまあ金額に応じてっていうところあるんですけど、はい、そうですね。親方もいろいろと協力をして、協力します。協賛してその、うん、その人しかもらえないようなグッズをご用意しておきます。とこれまたお宝グッズを、はい、もちろんです。ありがとうございます。ですよ、ね、なかなかね、一般に、ね、売ってるものはね、はい、売ってるものはそうです ね、あるんですけどね、もうこれでしか入らないというようなものをご用意して、素晴らしいです。皆さんね、またお楽しみということで、お楽しみもちろんです、はいはい、ぜひぜひ、協賛していただきたいですね、はい、であれですよね、この講演会にも結構、はい、あの皆一般の人って講演会ってなんか特別な人しか入れないというイメージがあるんですけど、そうでもないです。そうですよね、はいはい、あの港部屋のホームページを見てもらうと、そうです、その講演会にあの誰でもこう参加できるんですよね。そうですね、一番、はい、あのお手軽なので年間1万5000円で、はいはい、番付とかカレンダーとか、おー、はい、いいですね、僕らしてもらうのがありますので、おー、いいですね、はい、このコロナがね終わればさて
あの稽古も見れるし、ね、それこそ力士のみんなとちゃんこを食べたり、そうですね、もう講演会とか入っていただければ、ね、もうちゃんこも食べれますし、ね、はい、ぜひぜひ皆さん、あのね、港部屋の講演会の方にも一緒に入ってもらえて、ね、みんなでこの港部屋を応援できたらなと思ってます。ありがとうございます。はい、すいません、よろしくお願いします。またね、一ノ城関に続くね席を、はい、今一生懸命、ね、ようやく幕下、ね、今ね、はい、ライブいいとこまでね、はい、関取をまたね、そうです、座ってくれるように毎日の稽古励んでください。もう稽古しないと強くならないんでね。そうですね、はい、毎日の、ね、積み重ねですよね。そうなんですね、これからもぜひよろしく、はい、します、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、港部屋ドスコイチャンネルもよろしくお願いします。あと数えグループチャンネルもよろしくお願いします。じゃあ港部屋からありがとうございました。ありがとうございました。